おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々のね、外撮りの撮影となっておりまして、ラーメン高野目さん、あの僕のお世話になっている高野目さんのね、蒲田店で冷やし混ぜそばの担々麺がね、6月中の期間限定で出てるってことで、店主さんにご連絡して、僕の外撮りの1本目はこれにさせてくださいってことで、今日はね、撮影しに参りました。まあ、高野目さんといったらね、あの冷やし中華、夏には定番なんですけれども、またね、新しい限定が出たということで、今日は楽しんで参りたいと思います。はい、ということで今メニューが到着いたしました。これがね、あの冷やし混ぜそば担々麺ですね。結構ね、無料トッピングいっぱいあるんですけど、まあ量も今回増やしているので、無料トッピングはね、おすすめでお願いしております。プラスアルファでこの味玉とかね、ニンニクの芽、あとは魚粉なんかも追加しております。お店のおすすめは、まあ、魚粉とあと生卵みたいなんで、これはね、必須で追加した方がいいかと思います。それではいただきます。ちょっと麺を、よいしょ、いやー、うまそう、よいしょ、はい、よいしょ、メニューだと、あの冷やしって普段ね、夏限定でやってる冷やし中華しかないんですけど、久々に来るとね、いいね、うまい。コシがまた強まって、二郎麺らしいゴワゴワしてるんで、これがね、食感めちゃめちゃいいです。それでまた濃厚なごま感と、ね、これラー油なのかな、風味がめちゃめちゃいいです。混ぜそばだからちょっと全部混ぜよう。よっ、ちょっと魚粉もザッと、よいしょ、ちょっとこのタンタンのひき肉も合わせて、肉が合わさると旨味がね、グワッと上がる。めっちゃうまい。高野目さんの限定って、僕は冷やし中華とか、まあ、以前ね、あの蒲田店のトマティーナとか、まあ、いろいろいただいてるんですけど、限定の中でも一番好きかもしれないですね。チャーシューもこんな感じでございます。じゃあ6番でどうぞ。ひき肉がつっこんで、
砕いたピーナッツがめちゃめちゃ食感いい。で今回のメニューは生卵なんですけど、いつもみたいに漬け卵ももちろんうまいらしいんですけど、中にね入れて溶いた方がなんかねコクとかが上がってお店のおすすめってことなんで、今日はちょっと中に入れていきます。よいしょ。
第一枚チェックの中に撮影いたしましょう。はい。こいつもちゃう。